シシトウガラシはナスカトウガラシ族に属するトウガラシの甘味種。また、その果実。シシトウと呼ばれることも多い。植物学的にはピーマンと同種。中南米原産。ヨーロッパ人のアメリカ大陸発見後、南米からヨーロッパに入り、その後世界に広がった。実は完熟すると赤く大きくなるが通常食用に。 するのは熟す前に収穫された緑色の未熟化である。赤い完熟化は品種改良のための種子の採取に用いられ、完熟化1個から150から200粒の種子を取ることができる。実の先端に、獅子の頭、口、あるいは鼻に似たものができることから、獅子唐辛子と呼ばれるようになった。高温性の野菜のため暑さには、C が寒さに弱いため、 日本では陶器には温暖な地でのハウス、花温栽培でないと栽培は難しい。焼いた、シ子糖薬、煮る、揚げる、様々な調理法で食べることができるが、そのまま加熱調理すると中の空気が膨張して破裂する恐れがあるので、小さな穴を何箇所か開けてから調理することが多い。獅子唐辛子は甘味種で通常はピーマンのように辛くない実をつける。ところが時折、 唐辛子のような辛い実をつけるものがある。辛ミカは比較すると艶がなく、がたによじれがある、緑色が濃い、実が硬いなどの傾向があるが要因には区別できない。辛ミカの発生は栽培時の土壌の乾燥、高温、乾燥条件。そしてこのような条件下で発生しやすくなる単ため結果が原因とされる。栽培中に水分ストレスがかかると辛くなる。 摂氏28度高温条件下で栽培された場合、辛みが強くなり、その種子数が少ないと報告されていることから、種子の少ない果実と辛みの関係性が指摘されている。種子の少ないものすべてが辛くなるわけではないが、辛い果実はおおむね種子数が少ないという調査結果も報告されている。他の唐辛子品種との交雑によって辛くなると言われることもあるが、この説には、 裏付けがなく、また唐辛子の辛味成分を作る遺伝情報は、劣性遺伝であるため、主要因になることは考えにくい。10個の中に1個ほど辛いものが混ざっていることがあり、食べるロシアンルーレット等と言われるが、タンタめ結果による辛味については、通常のものに比べて、種の数が少ないので、果実を触るなどして調べるとある、程度判断することができる。品種改良により、 辛い商品が市場に出ることはほとんどない。ビタミン C、カロテン、カリウムなどを多く含む。また、エピネフリンの分泌を増やし脂肪の燃焼を高める働きがある。ABCDEFGHIJ 都佐ノート第27号 JA コーチ、2020年1月4日閲覧。高次園第5版、旬の食材春。 夏の野菜高談社 ISBN4 から06から27135から9、四季日本の料理夏高談社 ISBN4 から06267452から、1AB カーシロヒデオ、新野菜作りの実際火災一農文教、2001年発行、ピアニッシュも145から146、AB 日本特産農作物種病協会、第2五 P19 探偵、 ナイトスクープにて、成果会社の社員の発言より、ありがとうございます。